民間学童保育すち軸です。学童と学習軸の月謝は共通でございます。1ヶ月11,000円、入塾時月謝定額制度を実施しております。畑1丁目7番18号、653-1713、お問い合わせのお電話番号でございます。福島沖野城東小学校などいつでも途中でも入れますよ。1年から6年まで。夏休み夏講習募集中でございます。月曜日から金曜日の学校帰りに曜日時間は選択可能でございます。小学生夏休みは朝から勉強です。英語、算数、国語、理科、社会、学校の宿題と塾の課題です。個別指導でございます。学童は6時を過ぎてもお迎えまで安心ですよ。お子様が賢くなる幼児塾、1日1000円だけ税込みでございます。幼稚園がお休み中など土日もお勉強とお預かりいたします。予約が必要です。主にグレンドーマン法とかいろいろ教えております。緑家庭保育園以来数十年来の伝統と実績がございます。自由で融通が効きますよ。民間の学童保育のいいところだと思います。塾卒業生就職先、公務員、医師、教師、薬剤師、警察官、コンピューター、情報関係ほか多数でございます。学童に引き続き中学校も繰り上がり式で大丈夫でございます。城東中学、一律高校、城東高校など1年から3年まで。ご要望をお聞かせくださいませ。中学生は週3回、高校生は週2回、各90分間の個別指導でございます。好みの時間帯が選べます。学校帰りから部活に合わせて早い時間や遅い時間を選択することができます。ご要望をお申し付けくださいませ。中学生は月水金、英語、数学、国語、理科、社会、高校入試の問題から学校の定期テスト対策、夏休みの宿題など教えております。高校生は火曜日と木曜日、英語、数学、物理、化学、生物、大学入試問題あるいは高校に合わせて教えさせていただきます。お一人様から家庭教師のようにお子様の言うことをよく聞きます。このよく聞くというのが実は個別指導で一番重要なことでございます。子供は一体何を勉強したがっているのだろうか、自分は何を教えなければならないのだろうか、常にコミュニケーションすることによって、あるいは会話することによって子供が賢くなっていきます。中学生は普通科高校に進学できるようにご指導いたします。
高校生は目指す大学に向けて無理をさせずにご説明いたします。テスト前などには曜日のお振り替えなどもいたします。お時間帯は融通をお聞かせいたします。お申し付けくださいませ。お教えする教科や範囲のご要望を聞きながら授業を進めてまいります。お子様の個性に合わせ優しく丁寧に優しい言葉でご指導させていただきます。お勉強が嫌いで超苦手なお子様でありましても、個別指導でゆっくりと基礎の基礎から始めて時間をかけてよくわかるように、お子様の基礎学力が向上するようにお教えさせていきます。私が本当に教えたいことは、学ぶことの楽しさ、知ることの喜びを教えたいと思っております。夏講習も募集しております。電話でお尋ねくださいませ。ご遠慮なさらずにお電話でお試しの無料体験ご希望とお申し付けくださいませ。場所は畑セブン旧跡地、今は設置されていますが道路南、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートルコンクリートのスロープを上がるところに土軸がございます。地区の北側に駐車することができます。ちょうど福島小学校と城東中学校の中間あたり、畑セブン旧跡地敷地の整地された敷地の道路の南、お弁当屋さんライスハウスの裏3メートル土軸がございます。畑1丁目 7-18、 お電話番号 653-1713、 土軸を何卒よろしくお願いいたします。